宮沢種夫は日本の政治家、実業家。長野県諏訪郡、川西村に台湾総督府管理。宮沢長吉の長男として生まれる。日本中学校を経て、早稲田大学に進み、卒業後実業会を経て、政界入りした。衆議院議員選挙に通算6回当選した。戦前は立憲民政党に所属、戦後は旧民政党出身の大麻。 忠だ野田武雄、小泉淳也、浜野聖子、真部二重、山本久米吉らと行動を共にし、改新党、日本民主党、自由民主党に所属した。大麻の死後は、大麻派に所属していた、野田、小泉、浜野、真部、山本らと共に岸派に所属し、岸派の分裂後は河野派に参加した、野田や藤山派に参加した小泉と分かれて浜野と共に、 川島派に所属した、富里での空港建設内定を報じる、1965年11月18日付の毎日新聞有刊。宮沢が空港公団総裁に内定とある岸の計らいにより、新東京国際空港建設に際して、新東京国際空港公団総裁への就任が内定していたが、当初建設地とされていた富里。 八ちでの大規模な反対運動により遅延していた、公団設立を目前に控えて休止。急遽、戦前に、朝鮮食料団の幹部を務めがんと知り合っていた、成田務が就任することとなった。運輸大臣を経験したベテラン政治家である宮沢が、空港公団総裁に就任していれば、その後の成田空港問題の展開も違ったものになっていたと言われる。 ありがとうございます。